100m で言ったら QRS がスタートだって言いました。そして ST が 80m 地点一番力が入っていると言いました。どこが一番苦しいですか？ ST ですよね。はい、 ST なんです。 ST この ST 部分が一番酸素を使ってるんです。だったら酸素が足らない、いわゆる虚血になったらどこが変化しますかってことです、ね、よく聞きますよね。聞くって言われてましたよね、 ST 変化って。でもこの理由って誰も教えてくれないですね。はい、心臓に酸素が足らない、まあこれ左心室ですね、左心室に酸素が足らないとなった時には ST 変化が大きくなりますですね。はい、じゃあ次、じゃあ ST 変化が大きくなるというのは分かったと。じゃあ ST 変化ってどうやって見るのかってことですね。次はどうやって見ましょうか。はい、 ST ここだって言いました。ここですよね。 S 波が上がってきて T 波までここまでですね。ここまで、ここが ST です。ここを線として見るんです。線としてくる。ただですね僕はそういうことを言いません、ね、線として見たら線の上がり方下がり方でいろんな ST 変化が出てくるんですよ、ね、上がるスピードで傾きだとかちょっとカーブが入ってたらどうだとかいろんな ST 変化が出てくるので、ここでは1点だけに集中します。心電図新世界セミナー谷口壮志です。先日行いました心電図新世界ワンデイ濃縮セミナーのウェブ配信を行っております。詳細ご希望の方はメールの方に登録してください。今メールの方に登録されますとプレミアム特典をお付けしております。今後この案内はメールからのみとさせていただきますので、ぜひメールの方に登録してください。心電図新世界ワンデイ濃縮セミナーウェブ配信の詳細はメールからのみとさせていただきます。ただいまプレミアムチケットを発券中です。